ローマ人への手紙の、13章の1節から10節でございます。今日はですね、参議院選挙の投票日であります。先週は、元首相が暗殺されてしまうという衝撃的な悲しい事件が起きました。本当に、どう表現していいかわからないようなですね、思いでございますが、改めて思うことは、私たち、キリスト者、神を信じている者が、日本の国のために、また日本の社会のために、日本のそういう、政治家、国家権力を担う方のためにですね、やはり祈ることが必要だなということを強く感じたわけでございます。もちろん祈ってなくもないんでありますが、本当にこの国はどうなってしまうんだろうかというような思いでございますが、でそのような話題が実は今日の箇所であります。2つに分けますと、1つはですね、今日はクリスチャンというかキリスト者という言い方しますけども、キリスト者とこの政治の関係が前半であります。で後半はもっと身近なキリスト者と、隣人、隣人の関係であります。前半は、いわゆる政治の話でございますが、いわゆる支持政党は何か、どういう政策がいいかということは、それはまた別の時にですね、また別なところでお話をしたらいいということであります。もちろん大事なことでありますけれども、そういうことを論じることではありません。また、隣人の話というのは、じゃあ、隣人の付き合い方の講習会というんですよね。こうすると、他の人とうまく上手にお付き合いできますよという、そういうお話でもないのであります。結論は何かというと、今日の中心聖句の10節。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。というこのことが、今日の箇所の一番最後のまとめの言葉になっているということは、この御言葉が中心ということになります。愛という言葉が出てきます。ですので、今日の説教題をキリスト者の愛の社会実践というですね、ちょっと硬いタイトルにしまして、でその愛の社会実践っていうことが2つ。前半は政治的なことで、後半は隣人、非常に身近な人間関係ということをパウロがここで言っているということを皆さんはこの読み取ることはできると思います。ですから、いわゆる難しいこの政治的な論議をするというところではないのでありますね。で、この時にパウロは突然この政治的な話を始めたのかというと、そうではなくて、この12章13章という流れが非常に大事になってきます。何回も繰り返していることですが、このことを絶対に無視はできないのでありますね。神様の憐れみによって私たちは礼拝に招かれて、キリスト者になった。とにかく神の憐れみからスタートしている。そして、キリスト者が神を礼拝し、自分自身を捧げ、神の御心を求め、そして神様に変えていただく。そして、兄弟愛ですね。前回触れましたけども、教会の中における主にある兄弟姉妹との人間関係、いわゆる兄弟愛ということを触れました。で、教会にとどまらず、それがこう社会に広がっていく。12章後半ではもう社会に対する広がりということで、この迫害の問題、あとはまあ復讐ですよね。まあ、復讐ということのテーマ、これ非常にこう深刻なテーマですけども、まあ、そこにまあパウロは触れていったわけでございます。ですから、神の憐れみによって救われ、キリスト者となり、クリスチャンとなり、礼拝を守り、そしてその後、その人のこう生活行動がこう変わっていくわけですよね。でそれはただ心だけじゃなくて、人間関係の中に、社会生活の中にこう反映していく。そこが反映していかないっていうことは、中身というか心がこう変わってないので反映しないっていうことだと思うんですよね。で、反映していった時にどういうふうにこう反映していくのか、それが今日13章でぐーっとこう政治ということにこうバッと触れていったわけでございます。聖書をこう丁寧にまたきちっと読む方は、いわゆるこの、信仰と政治というテーマがこうどこに書いてあるか、またそういうことを非常にですね、まあ、こう考える、深める、いや自分自身がそういうところに関わっているという方は非常にこう、まあ、重要なテーマですね。でその時にやはりノーコメントとかパスはできない。まあ、私は大学時代ですね、まあ、ちょうど、まあ、その世代の方、ここにもいらっしゃいますが、学生運動が非常に盛んだったその次の世代ですから、非常にこう政治的なものが大学も強かったわけです。それも、まあ、いわゆるリベラルな左翼的な思想が非常に強かったですね。今とは逆だったわけですね。でそういう中でよくこうなんていうかね、クリスチャンとしてこう政治的なことにですね、こうまあ論議というかですね、こうそれをこう言われたわけです。お前はクリスチャンとしてどう思うんだ。こういう政治的な状態どう思うんだですね。まあ結構強く言われました。そういう時代でしたから。で、黙ってたら、こう言われました。黙ってるってことは、それは体制側だろうってことですよね。黙ってるってことは、そういう、まあ、なんていうか、長いものに巻かれるということでね、なんかそういう、まあ、体制に押し流されて、そういう生き方、それはクリスチャンの生き方かって、まあ、そうやってですね、言われたことが、かつてありました。まあ政治的な問題っていうのは、まあ、非常に難しいわけであります。難しいんだけれども、まあ、不問と言いましょうか、ノーコメントではいられないということは言えると思うんですね。もちろん人によって違います。非常にそういう知識がある。またそこで、ある意味では、まあ、活動している。まあ逆に、まあそういうものは、ちょっと私のね、生活とか、私の性格とか、私の立場から言うと、まあ投票には行きますけども、でも、まあそういう話題というのはちょっと私に振られても困りますと、あんまりそうやってね、どうなんだ、どうなんだって言われても、いや、ちょっと困るんですよっていう方もいると思うんですよ。で、それは、どちらでもいいと思うんですが、でも、また難しいテーマなんでありますが、でもやはり聖書に触れているということは、それは私たちはこの社会の中で、政治的なことも大事なことはしっかりと心に留めて、そして社会の中でこう良い証をしていくという、その方向性は聖書はちゃんと書いてあるということは言えると思うんですね。その方向性もありませんと。聖書はそういう社会的な、政治的なことはノーコメントですと。もしそうだったら多くの若者は、聖書を信じないと思うんですね。なんだ、クリスチャンっていうのはね、なんか心のね、なんかそういう、なんかね、なんていうか、そういうことだけで、社会的なことは何にもね、言わないのか、なんだそれはと言われるんですね。私はそういう言い方された時があります。まあ、キリスト教会の中にもこう非常に社会的なことに関心のあるグループと、まあ、関心はなくもないんですけども、あんまりそういうことを言わない、こうね、まあ、そういうグループとあるんですね。まあ、どっちがいいっていうわけじゃなくて、私たちは教会ということを体に例えて、学びましたのでね。ですから、ある教会はそういうことが非常にこうできる教会。ある教会はあんまりしない教会。それはそれでいいと思うんです。クリスチャンもそうですね。ですが、まあ、今日のことっていうのは非常に大事な本筋のことなので、それはやはり最低限度、まあ、受け止めて、そしてキリスト者のそういうこう政治とか国家権力とか、まあ、あんまりこういうことをこう馴染みのない方もこの中にいらっしゃるんですね。でもやっぱりそういうことを振られるわけですよね。で、その時に聖書はこう言ってます。そして私はそのことを信じてますというのは受け止めて、そしてまあそれなりにこう聖書からお話しできるということは大切なことかなと思います。で、そもそもですね、イエス様はこのいわゆる政治の問題について何か言われたのかということなんですね。皆さんどうですか？確かにイエス様は神様のこと、天国のこと、罪の許しのことは、そういうことはもうね、もう当然ですけども、そういう政治的なことは一切私に聞くなと言ったのか。イエス様はですね、このイエス様からイエス様の対抗するパーリサイ人、律法学者たちからですね、ローマ帝国へのこの税金問題について質問されました。で、その時に、その問いというのは、実はハメルですね、問いなんですね。ルカに言います。まあ、開かなくても結構ですけど、20章の20です。ところで、私たちがカイサルに税金を納めることは、律法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、という質問をしました。で、その時に、イエスは彼らの悪巧みを見抜いて言われた。で、この悪巧み。彼らは悪巧みでね、質問してる。何かを聞きたいんじゃなくて、揚げ足取る。で、その時にイエス様は、デナリ銀貨を私に見せなさい。誰の肖像、名がありますか？彼らはカイサルのです。ね、銀貨のですね。誰の顔？いや、これカイサルのです。するとイエスは彼らに言われた。では、カイサルのものはカイサルに、神のものは神に返しなさい。彼らは民の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、答えに驚嘆して黙ってしまったところなんですね。ですから、私もそうでしたけども、政治的な難しい問題を、はめるためにというかね、なんだ、クリスチャン、何も考えてないじゃないか、そんな無責任なことってそういうために使われることもあるわけです。イエス様もそうだったということですね。でも、イエス様はその時に、何言ったかというと、返さるものは返さる、神のものは神に返しなさい。だから神様のことも、ね、大事だし、このカイサル、つまり政治の税金の話ですよね。税金もちゃんと納めなさいって両方言われたところなんです。ここなんです。やっぱりどっちかに偏ると、とんでもないことですよね。揚げ足取りですからね。いや、あなたは今のローマ帝国のね、そういう、いわゆる国家転覆をするね、そういう首謀者かって言われますよね。逆に、いやいや、もう税金なんかいいんですよ、ね、神様のことだけしなさい。と言ったら、そうなる。で、逆になると、ね、この宗教の話からすると、なんかあなたは政治のことばっかり言ってんじゃないかとかね、こう言われるんですね。ですから、要は、イエス様は両方おっしゃったということなんですね。ここに限らず、イエス様の時代、皆さんお気づきのように、福音書を言いますと、非常に政治的に複雑だったんです。一番上にはローマ帝国。で、それの植民地となっている、属国となっているユダヤ。で、ユダヤの国のそのヘロデ王様ありますよね。クリスマスに出てくるヘロデ王様。いわゆる傀儡政権ですね。半分ユダヤ人ですね。ですから、ちょっといろんな意味で、危ない、怪しい、この王様ですよね。で、その時の宗教事情ですよね。宗教権力。パリサイ人、律法学者たち。あるいは腐敗してたわけですよね。ですからすっごいもうややこしい複雑な、こうなんかうごめいてる、そういう社会の中にイエス様が来られた。だからイエス様という方は何にもなくて平和でのどかでね、そして、なんか神様だけ信じたらいいんですよ。まあ、家でもうね、楽にも本当に楽しく生活しましょうねっていうのはこんな時代じゃなかった。私たちもそうですよね。もうある意味政治的にももう国際政治も何も本当にですね、もう本当にもうぐちゃぐちゃというかですね、そういう中にいる。このローマ人の手紙を書いたパウロもそうです。パウロもユダヤ人から迫害された。そして彼は最後、皆さんご承知のようにローマに行きますよね。ちょうどローマ人の手紙がありますけども、ローマに行く。で、ローマに行くときにですね、どうやって行ったかというと、彼はカイサルに、ローマ皇帝に告訴した。私をちゃんとローマで裁判をかけてくれと。いうことで彼はローマに行くわけですね。ということは、まあどういうことかというと、イエス様もパウロもいわゆるこの時代の政治権力、政治的なことに触れていたということなんです。触れていたということなんですね。ここが大事なんです。触れていて、そしてある意味では本当にそこをですね、上げ足取られないで。また正しく神を信じることは神を信じる。そしてこの社会に対して、国家権力に対して、ある意味では正しい反応をしながら、生きていたということが言えるんですね。ですから私たちも、人それぞれでいいんですけども、今日のこのテーマですね。特に前半があるこの国家権力との関係ということは、ちょうどご選挙の時でもありますので、非常にタイムリーなテーマかなと、神様に感謝しています。また、あのようなですね、元首相の本当に事件があり、あるいは日本の政治事情というのは大きく動いていくと思うんですね。この話を掘り下げていくと、政治の話になっちゃいますので、これ以上しませんけれども、私たちはその時に、じゃあこの日本の国、国家権力っていうのがどのようになっていくんだろうかっていうことを、やはり日本国民の一人として、やっぱり無視できないということですね。で、その時に、13章いきますと、パウロは結局何を言いたいのかというときに、いろんな政治的な論議を積み上げて結論を出しているんじゃなくて、最初からポンと結論を出しました。何かというと、権力というのはどんな権力でも神様による権力なんだということであります。13章の一節。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられているからです。ここなんですよ。これが、この13章1節がもう全ての結論なんです。権力というのはどんな権力でも神様によるということです。ですから、神様による権力だから、その権力を例えばテロによって、また暴力によってひっくり返すという、その思想は聖書にはないんですよね。だったら逆に、長いものに巻かれろ。ね、なんか権力の、言いなり、へい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 って言ってればいいんですよ。ということを言ってるのか。そうじゃないですよね。イエス様もはっきりとそのポンテオ・ピラトに対して、またその当時の宗教権力でよる大祭司に対してきちっと話してますよね。ですから決して長いものに巻かれるじゃないですよね。かといってなんかそういう暴力革命をね、絶対に推進してません。やはりその秩序を守りながらイエス様はある意味では主張すべきことをきちっと主張しているというのは福音書から読み取れると思います。実はこの権力というものが神様によるっていうこの考え方は世の中から出てこないんです。ですよね。世の中では権力っていうのは奪い取る。だって権力、一度権力を持つとですね、これ失ったら困る。権力っていうのはすごいことですよね。決定する力、実行する力を持っているというのは権力です。どんなこといいことを言っても実行力がない、決定力がない、実行力がないというのは権力を持ってない証拠ですよね。で、これは国家権力の話だけじゃなくて、もっとこうレベルを落として日常生活でもそうですよね。人間関係の中で何かを決めていく、何かを実行していくときに、その時に少なくとも中心になっている人がいます。みんな横一列じゃないですよね。やっぱりその中で、やっぱりその影響力の強い人、影響力の強い人がやっぱり権力を持っているわけです。そしてそのポジションにつけばそうですよね。そういうポジションにつけばもう当然です。で、ポジションにつかなくても横一列のようなんだけども、その力のある人がこうしましょうって言ったらなる。それが権力です。つまり権力というのは影響力なんですね。決定力、実行力です。で、そう考えるときにその力っていうのはどこから来るかというと、聖書ではパウロは神から来るって言ってるわけです。神から来ない権力はそれは違うと。もし神から来ない権力であれば、それはそのもの自身が間違った権力になりますよね。そういうことなんです。で、ここでもその、権力に反抗してはいけません。神様の権力です。で、そして、そのことを受け入れなさいというと書いてるとともに、4節見ますと、で、後半です。彼は神のしもべであって、悪を行う人には偽りをもって報います。彼は神のしもべであって、ここにあります。これは権力者のことです。権力者というのは神のしもべなんだ。6節見ますと、同じ理由であなた方は税金も納めます。彼は神の公僕であり、神の公僕。まあ、同じような表現ですね。つまり、権力を持っているというのは、それは、そもそも権力の源っていうのは神様なんだから、ね、神様から何かのそういう権威、権力を与えられているということは、それは神のしもべなんだ。神の公僕なんだっていうこの考え方です。ということは、それに反して人間が自分で偉そうになっているのは、それは偽りの権力なんですよね。政治だろうと、どこだろうと、家の中だろうと、人間関係。もしそうだとしたら、偽りの権力だとしたら、そこに大きな、矛盾、問題が起こるわけです。ということは、政治的にも、本当に今回私たちは祈らなきゃいけないのは、政治的な信条とか政策の違いとか、それはクリスチャンでも違うと思います。そのことを、論争していい悪いって、それはまた、それはそれでどっかでしたらいいかもしれませんが、ここで言ってることは、それは国家権力、そういう政府というのは、本当にですね、神様から与えられた権威によって、神のしもべとなって、神の公僕となって、その権威を執行するように、ということをパウロはここで言ってるわけです。私たちそのことをやはり本当に祈る。祈るだけではなくて、そのことを行動で起こせる人もいますよね。で、行動で起こすっていうのは、やっぱりそれなりの政治的な知識とかがないとできない時もありますので、できる人とできない人はいるかもしれません。でも私たちは、やはりこのことを、やはり今回このようなですね、選挙、また本当に痛ましいその事件があった時に、もう一度私たちは祈り直していかなきゃいけない。そして日本の国、日本の政治、日本の国家権力が、本当にですね、神のしもべとして、神の公僕として、そういうクリスチャンの政治家、本当に神を信じ、イエス・キリストによって救われて、そして神のしもべとして、ね、そうやってこう政治家になってくれる人がいっぱい起きたらいいわけですが、まあ、今どれぐらいいるのかちょっと分かりません。私もちょっと調べたら、やっぱりだんだん少なくなってきてるんですね。まあ、かつてはやはり何人かいたと思うんですね。また、でも少数ですから、やはり非常に大変だったと思います。でもまあ、そういう人がいるいないにかかわらず、本当に日本のそういう国家権力がですね、やっぱり神を恐れて政治をしてほしいですよね。明らかに偽り、明らかに嘘、明らかにそんな国家権力を、ね、振り回している。それは決して神様の御心でないし、神様に喜ばれることではないことはもう確かです。そしてそれは一般的な良識から見てもそうだと思うんですよね。一般の人から見てもそれはおかしいっていうことになると思いますね。なると思います。ですからそういうことを私たちは本当にこのもう一度ですね、こう祈って、神様どうぞ、この日本の国を憐れんでください。そういう権力のある方、社会を動かせる方、力のある方、まあそれは政治家だけじゃないと思いますけども、そういう人がですね、権威ある人が、本当に神を恐れて、神のしもべとして、神の公僕として、そこでその権力を発揮できるようにということをですね、祈っていかなきゃいけないなということを思うわけでございます。そして、私たち自身もですね、やはりこの社会の中にあって、この社会的な義務を果たす。それは7節で言ってますね。イエス様の問いもそうですが、税金問題。これは税金に限らず、私たちはやはり社会的な義務をきちっと果たすということが大事だということをこの7節で言ってですね、すべての一端に対して義務を果たしなさい。税金を納める人には税金を納めるですね。そういうことです。ですから、まあ多少制度としてはいろいろな問題があるにしても、納めなきゃいけない税金、しなきゃいけない手続き、また、一市民としての義務、それをきちっとしないで、ごまかして、いい加減にやって、あ、神様信じてましたかね。それをおろそかにして、なんかこう、霊的なこと、信仰的なことはなんか、ね、ただちょっと違うんじゃないか。イエス様は、神のものは神、返されるものは返される。これ、教会ものですよね。きちっとしなきゃいけないことはきちっとする。霊的なこともきちっとする。両方やはりある中で、私たちは良い証ができるということではないかと思います。で、これは、まあ、ある意味では分かっているものなんですけども、パウロがここであえてこのことを言っているということを、やはり私たちはまあ、しっかりと留めておく必要があるのかなと思いますね。でそして、2番目。それは、もっと身近な、隣人との関係です。8節、9節、9節ですね。誰に対しても何の借りもあってはなりません。ただし、互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は、律法の要求を満たしているのです。そうだよね。いや、パウロ先生、当然です。私も賛成です。っていう人ばかりだと思います。で、その時にですね、この8節のですね、誰に対しても何の借りもあってはなりません。ただし、互いに愛し合うことは別です。で、これはどういう意味なのかということなんですね。皆さんどう思います？何の借りもあってはいけませんっていうのは、もう具体的に言うと、ある人にお世話になった、ある人に愛された、その時にちゃんとお礼を言わなきゃいけない。ね、何か、まあ、物をもらったとしたら、ちゃんと物をちゃんと返しなさいと。そんな恩知らずなことは、それはダメだよね。っていうことを言ってるんだろうかということ。今私が言ったらすごい分かりやすいですよね。ちゃんと恩があるんだから、ね、あなたそうでしょ、お世話になったんでしょ、はい、じゃあちゃんとお礼言った、ちゃんとお返しした、いやちょっとね、ちょっとまあ、上乗せしてお返しするぐらいじゃなきゃダメよ。あるいはごもっともですもんね。それできちっとしてる人っていうのは、いやー、すごく立派な人、きちっとしてる、なんかあってもちゃんとね、そういう形で、ちゃんとお世話になったら、ちゃんとお礼も言って、ちゃんと、ね、そうしてるでしょ。クリスチャンだからそうしなさい。まあ、もちろん、これは一概に悪いわけじゃないです。だけど、ここでパウロは言ってるのは、ただし、互いに愛し合うことは別です。互いに愛し合うっていうことは別なんだって言ってるんです。違うよって言ってるんです。どういうことかというと、互いに愛し合うっていうのは、そのような、やったから返さなきゃいけない、ね、なんかそういうギブアンドテイクの関係で、自分がね、お世話になりっぱなしで、なんかそれでいるっていうことは、それは非常識だよねっていうことをパウロは言いたいわけじゃなくて、互いに愛し合うっていうことは、それはずっと続くんです。まあ、ある意味は永遠に続くんですってことを言いたいんです。つまりさっきの話も、お返しをするっていうのは、それはお返しをしてね、もうそういう関係にないっていうことにしましょうってことですよね。ある意味では。うん。後でなんか、あなたね、そうやって世話になりっぱなしでしょって言われたくないから、きちっとそれを返すっていう意味ですからね。だから分かりますよね。互いに愛し合うっていう関係じゃないわけです。はい、これで切りましょう。っていうのが、その誰に対しても何の借りもあってはいけませんということです。じゃなくて、私たちは、まあ、お世話になった、お世話に、ね、なりっぱなし、いや、なんかちょっと私のちょっとお世話してるからとかね、そんなことはもうどうでもいいわけで、どうでもいいというか言い過ぎですけど、互いに愛し合うっていうことなんですよって言ってるわけです。それが互いに愛し合うってことなんですよ。そしてその時に、じゃあ私たちは互いに愛し合うってことは愛さなきゃいけないんだから、やっぱり意地悪をしたり、ね、変なこと言ったりしちゃダメだよね。まあ本当に仲良くしなきゃいけないよね。それはまあそうだと思いますけども、じゃあ次何言ってるかというと9節です。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからですと言ってますよね。この9節の会議学校の中って皆さん分かりますよね。実会の後半。実会の後半の言葉なんです。ちょっと順序がちょっと10回とはちょっと順序が違ってるんですけど、でも言ってることは、実会の後半、人間関係のことを言ってるということが分かりましたね。これ何かというと、具体的な行為です。もちろん心もありますけども、具体的な行為で、そして当然全部、相手に危害を加える行為です。これ。分かりますよね。クリスチャンじゃなくても、いや、これはひどいねっていう話ですからね。で、その戒めを守るということと言ってます。つまり、相手に危害を加えないっていうことが、その愛の、消極的な面なんです。積極的ではないんだけど、愛というのは相手に危害を加えない。ところが、私たちは、相手に何か言われたら、まあ簡単にね、一発殴られたら、やっぱり一発ではなくて、2発ぐらい殴りたいんですよね。で、やっぱり必要以上にやっちゃう。もう、兄弟喧嘩ってそうですよね。お兄ちゃんにやられたって、そして2発殴るって話ですね。それで2発がこっちになって3発になって帰ってくる。つまり、もう分かりますよね。12章の19節、復讐の問題なんですよ。ちっちゃいんですけどね。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。ここですね。つまり、必要以上に相手を攻撃する。必要以上に相手に危害を加える。普通という、ね、ある意味では普通というラインがあって、まあ、ここまでは常識、ここまではしちゃいけない、ここまではどう考えても良識的には無理しないっていうことを超えちゃってることなんです。皆さん、私たちっていうのは、やっぱり気をつけてるんだけども、やっぱり超えちゃうわけですよね。つまり、どういうことでも、言葉でも、また行為でも、相手を必要以上に、本当に必要以上に、やっぱりこう攻撃してしまう。それは、やはり愛ではない。少なくともそれがこう収まる。それが、ブレーキ、少なくともブレーキがかかるってことが愛ですよね。ここではそういうことを言ってるんですね。そして、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。自分が大切だと思っている、ね、神様から愛されて大切な存在であるって思ってるように、相手もそうなんだ。そして、最後の今日の中心聖句ですけども、愛は隣人に対して悪を行いません。これもこう消極的ですよね。悪を行わない。つまり復讐しない。何かの危害の行為をしない。そのことが愛なんだ。もちろん、積極的な愛もあるんですよ、聖書には。でも今回、やはり、私たちは、やっぱりここをね、こう受け止めるというかね、危害を加えない。必要以上に攻撃しない。まあ、いろいろ思ったり考えたり言うかもしれないんだけど、でも、ね、やっぱり、ある段階でブレーキがかかる。っていうことがやっぱり非常に大事なことなんだ。神様がそういうことを私たちに、まあ、示してくださってるし、それが私たちがこう互いに愛し合うことなんだ。思いますよね。特に親しい人間関係の中で必要以上に攻撃してしまう、必要以上に踏み込んでしまう、必要以上に傷つけてしまうってことがないだけでも。ね、ないだけでも本当に愛し合う関係ですよね。これは本当にそうだなと思います。はい、もう終わります。今日の主題っていうのは、キリスト者の愛の社会実践です。愛の社会実践。私たちはイエス様によって救われて、そして永遠の御国を目指しております。そして私たちはこの現実の生活の中で、まあ、愛をこう実践していくということでありますね。ところがそれはなかなか難しい。まあ、そういうことがもう非常に厳しい。政治の世界でもそうですし、隣人のですね、親しいお友達、親しい家族の間でも、やっぱりそれがなかなかできない。いわゆる平和が損なわれてしまっている状態ですね。で、そういう中に私たちもいる。もう混乱してる、混迷してる、まあもうどうなっちゃうんだろうか、そして解決も難しい。そういう中で、パウロはここで第一ポイントですね、こう政治的なこと、権力の話。それは神様からこの権力、権威を神は委ねていらっしゃる。そして、もし自分自身がそのようなポジションな、まあ、何か決定権とかね、実行していく力が、もしあるとするならば、やっぱり神のしもべとして、神を、ね、恐れとして、神の公僕として、やっぱりそのことをこう執行していく。そして、いやいや、私はそういう立場にありませんとするならば、そこにいる人がですね、そういうように与えられた権威を用いるように、特にそういう政治的な力の持つ人、政治の権力者ですね、そういう人たちが本当に神のしもべとして、その力を発揮するように、間違っているならば本当にですね、そのことに気づくように、私たちは本当にこのような時代、祈る必要がある。そして私たちは本当に身近な隣人との関係の中で、まあ、互いに愛し合う。で、互いに愛し合うときに、それはやっぱり必要以上に攻撃しない。必要以上にね、傷つけてしまわない。その前の段階で、神様は本当にね、そのことをしないように、あるいは消極的かもしれないんだけど、これができるということはですね、本当に会社、互いに愛し合うことの、やっぱりこうスタートラインではないかなということでございます。お祈りをいたします。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は立法の要求を全うするものです。神様、私たちはイエス様を信じ、クリスチャンとして社会生活をしております。そこには政治との関わり、また親しい人たち、家族、また隣近所、そして会社関係、仕事関係の人間関係の中におります。そしてそこは本当に難しいことでございます。いろんな問題が生じます。私たちもその中で生きておりますので、また悩むことがあります。特に今は政治のことが本当に混迷した、大変なことが起こっている、そのような日本であります。神様、どうぞ選挙がありますが、どうぞ本当に神様の御心にかなった、また本当に正しいことをする、また自分に与えられた権力を振り回さない、そのような人たちがどうぞ選ばれるように、政党の違いはともかく、権威は神のものですから、どうぞ神の御業をなして、この日本になしてくださるようにお願いいたします。また私たちもどうぞ本当に隣人との人間関係の中で、聖書というところの互いに愛し合う関係となれるように、必要以上に攻撃したり、また突き刺したり、とどめを刺したというようなことではなくて、どうぞあなたに委ね、本当にその怒りは神様にお委ねしながら、どうぞ本当に自分の行動にブレーキをかけ、また自分の行動が本当に抑制されて、どうぞそういう中で本当に平和を作り出す人、神様、どうぞすべての人に対して平和を保ちなさいと言っておりますけれども、そのような人間関係を築くことができるように、私たちを整え、導いてください。どうか神様、私たちはこのような難しい中で、社会生活の中で主の証しができますように、どうか社会生活が本当に証しにならなくては、私たちはイエス様のことを伝えることはできません。どうぞ、このような中で私たちは社会生活を、どうか人からも信頼され、また、本当に人に良い感化を与えることのできるような、そのような行動ができるように、神様どうぞ憐れんでくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、賛美をいたします。349番ですね。これも1と3を、1節と3節を賛美します。349番。その間に献金をお願いします。